武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は武蔵大学の日本史の勉強について話していきたいと思います。日本史ですが、大問が3題で時間が60分で構成されています。で、まあ、問題の特徴としてはですね、かなり文章の、読解のような、ものが、まあ、要は選択肢が文章になっていて、単語で答える問題がかなり少ないという形ですね。まあ、正誤問題だったり、まあ正しい問題を、まあ、最も適切なものを選ぶ問題と誤りを含むものを選べみたいな、文章がそれぞれ出てきて、まあ、用語だけ覚えてたら対応できないような、まあ、用語プラスその周辺知識とか正確な知識ちゃんと持ってるっていうのが、重視される問題だと思ってください。なので、その一問一答の答えだけ覚えるのは勉強法だとちょっと辛いかなと。教科書だったり、もしくは一問一答の逆の用語からその周辺知識ちゃんと言えたりとかみたいな形の、覚え方をしておかないと、かなりその対応しづらい問題になっています。なので、レベル的には日大レベル終わってれば十分なんですが、まあ、センターの問題などに慣らしていくなり、あとはまあ、実際過去問解いてみて、その過去問をもとにそのどういうことを聞いてくるかなっていうのをもとに、ま、もう一回その基礎に戻って覚え直しをしたりみたいなことをやっていかないと、まあ、その暗記でしょって思って用語を覚えただけで太刀打ちしようと思うと、非常に痛い目を見るという形ですね。ただとはいっても、その文章そのものの間違いの部分とか正解の部分の根拠っていうのは結構分かりやすくはなっていますので、まあ、基礎知識さえあれば十分対応できる難易度ではあるとは思います。ただこれは結構気にしてやってる人と気にしないでやってる人で、かなり解きやすさが差が出てくるものではありますので、まあ、ちょっとどうやってやればいいのか分かんないかなみたいな場合だったら、早い段階でちょっと過去問に挑んじゃって、ああこういうことを覚えなきゃいけないのねとか、この辺気にしなきゃいけないのねとの、まあ、覚える前にちょっと、一回やっておくと、ああなるほど、こうやって覚えときゃいいのかっていうのが、やって今後勉強がしやすくなるんじゃないかなとは思います。まあ、教科書や講義系の参考書の読み込みなども結構有効な問題構成となっておりますので、暗記だけに頼ることなくですね、周辺情報もしっかり読み取るように心がけましょう。以上が日本史の勉強となります。